キロメートルは国際単位系の長さの単位で1000メートルに等しい。キロメートルの記号は長さの SI 基本単位であるメートル M203 倍を表す SI 接頭時であるキロ形をつけたものである。ヘクトメートルキロメートル、ミリアメートル高等では英語に近い発音のキロメーターと発音される場合があるが、軽量法上は認められない。また日本では和製漢字を用いて、 キロメートルと表記することがある。これはメートルを表す。米に、その千倍であることを示す。千の字を合わせたものである。ただし、軽量応報体系では、キロメートルの表記は認められていない。なお、キロメートルをしばしば、キロメートルと大文字を用いて表記することがあるが、ケルビンメートルと孤独される可能性もあり、決してそのような表記はしてはならない。キロ小文字を使う理由を参照ユニコードには、 記号キロメートルを一文字で表した、キロメートルという号字がある。キロメートルの公式の英語の綴りは、キロメートルである。実規格などにおいても、キラマターと綴られることはない。ただし、米国でのみ1977年以降、例外的にキラマターとしている。詳細は、メートル英語表記、メートル米国における表記の経緯を参考のこと。キロメートルの発音では、 窃盗語であるキロの最初のシラブルに強アクセントがある。これはミリメートル、何ミターなどの分量単位の英語発音でも同じである。詳細はメートル派生後の英語発音を参照のこと。なお、単位メートルに由来しないメートルで終わる語のアクセントはその直前にあるのが普通である。例えばスピードミターのアクセントはスピードマイナスの第2シラブルに強アクセントがある。 1km は以下の長さに等しい。1km イコール 1000m0.621、マイル1094ヤード3281、フィート0.25 5リイコール2リ9.167超イコール3300尺イコール3000、尺イコール1クリック、キロメートル、3トルなら3クリックスという、主に無線通信での会話に使用される。 国際文書第8版国際単位系日本語版、約、監修独立行政法人産業技術総合、研究所計量標準総合センター、P43SI 単位あるいは、単位全般に関して言えることであるが、正しい単位記号を用いるということは必須である。これにより、量の値についての曖昧さや誤解を排除することが、できる。ありがとうございます。